こんにちは、辰野の八木醤油です。今日は辰野市の辰野町富永にやってきました。富永にある、カフェのサタディサンさんですね。こちら赤とんぼ文化ホールの、手前側の建物になりますね。こちらサンドイッチメニューの看板ですね。こちらのガラス面にも、サンドイッチメニューが、貼り付けられておりますね。とても美味しそうなサンドイッチが、たくさん、メニュー豊富にありますね。ぜひ辰野の赤とんぼ文化ホール前の、サタディサンさんですね。よろしくお願いいたします。